さて、番組をご覧の皆さんの中にはこの4月から就職や転勤などで新たに隅田で生活を始めたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんな新生活に役立つ隅田の情報をまとめてお伝えします。はじめに覚えておきたいのが、各自治体で異なるゴミ出しのルール。墨田区での正しいゴミの出し方についてお話を聞いてきました。墨田清掃事務所の内田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもゴミの分別って難しいですよね。私結構な頻度で、あれこれ燃やすゴミなのか燃やさないゴミなのかって悩むんですね。改めてゴミの分別について教えていただけますか。はい、区では正しいゴミの出し方に関して専用の作詞やホームページ等をお伝えしていますが、それに加えゴミ分別がより分かりやすくなるツールの運用を昨年度からスタートさせています。大久保さんはチャットポットをご存知ですか。はい、あ、確かあの AI を使ってこう会話をしていくシステムのことですよね。はい、墨田区では昨年7月に東京23区で初めて人工知能を搭載したゴミ分別案内チャットポットを導入したんです。これを使えば24時間いつでも誰でも簡単にゴミの分別方法を知ることができます。大久保さんも試して使ってみませんか。はい、ぜひちょっと使ってみたいです。というわけでクイズ形式でゴミ分別チャットボットに初挑戦。はい、墨田区のホームページで資源ゴミリサイクルというところページを開いていただき、この猫をクリックしていただいてもらうとチャットポットにつながります。このキャラクターは何ですか。これは墨田区のゴミ減量 3R 推進キャラクター墨にあるです。デザインとネーミングは区民の投票で決定したんです。なんかこの子がいるおかげで楽しくなんかゴミの分別学べそうですよね。それでは大久保さん、はい、早速ですが CD は何ゴミだと思いますか。 CD は燃やさないゴミじゃないですか。ではチャットポットに入力してみてください。ゴミ CD送信でいいんですね。はい、あ、出ましたよ。出したいものが CD とカッコケースも含むなら分別方法は、燃やすゴミだよ。そうなんです。一見すると燃やさないゴミに見えますが、はい、基本的にはケースも含めてプラスチックでできているため燃やすゴミになります。そうなんだ。次にスプレー缶はどうでしょう。わかりますよ。燃やさないゴミですよね。はい、はい、では入力してください。はい、じゃあチャットボットに入れてみます。スプレー缶、あ、すぐに来ましたよ。出したいものがスプレー缶なら分別方法は燃やさないゴミだよ。さらに注意点があるんですね。はい、はい、必ず中身は使い切って出してください。で、このようなボンベ危険と書いている別袋に入れていただいて、穴開けは危険ですのでしないでください。あとキャップやプラスチックゴミはすべて燃やすゴミになりますので燃やすゴミで出してください。そこまできちんと細かくチャットボットでも説明してくれてますね。では次にトイレットペーパーの芯はどうでしょう。はい、これこそ簡単じゃないですか。トイレットペーパーの芯は燃やすゴミですよね。出したいものがトイレットペーパーの芯なら分別方法は資源ゴミだよ。燃やすゴミじゃないんですか。はい、トイレットペーパーの芯やこちらのメモ帳などは一見すると燃やすゴミと間違われるんですが、実はこちらは資源ゴミになります。これでも間違ってる方多いんじゃないですか。はい、燃やすゴミの内訳を調べた結果、紙類が 35% を占めていることが分かりました。こういった紙は雑紙と呼ばれているんですが、資源物の日に古紙で出すとリサイクルされて新しいものに生まれ変わることができます。この他にも資源になるゴミってあるんでしょうか。はい、携帯電話などもあります。はい、はい、墨田区では一部の公共施設に小型家電の回収ボックスを設置しています。チャットポットの画面では回収ボックスの設置場所が地図で表示されますのでご確認いただければと思います。携帯電話以外にも計12品目を回収していますので、資源の再利用にご協力をお願いします。回収場所までこれで教えてくれるなんて本当に便利なんですね。はい、ゴミの分別についてはチャットポットで確認する方法以外にもこのような作詞、区のホームページからもダウンロードできますのでご利用いただければと思います。今、墨田区では水切りの陣といって燃やすゴミの3割が生ゴミ、その中に水分は 80% もありますので、ぜひ水を切ってお出しください。
こういったことをしっかりと理解して私たちもちゃんと分別してゴミを捨てていくことが大事ですよね。墨田区ではこのわかるくんを使って小学生を対象に環境学習を行っております。詳しくは清掃事務所までご連絡ください。続いては新たに区民となった方なら必ず必要になる墨田区役所への各種手続きや申請に関するお役立ち情報をご紹介します。ここからは窓口課の斉藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時期は新たに墨田区で生活される方など区役所で手続きをされる方多いかと思いますが、区役所以外でも手続きってできるんでしょうか？はい、区内の出張所でも各種手続きを行うことができます。区内には5つの出張所がありますので、お近くの出張所をご利用いただければと思います。区役所までちょっと家から遠いんだよなという方にとってもそれは便利ですよね。手続きできる業務っていうのは区役所と同じですか？基本的には区役所の本庁舎と同じく、出張所でも転入、転居、転出のお引越しの手続きや住民票の取得、印鑑登録などのお手続きが可能です。ただ一部取り扱ってない業務もございますので、区のホームページで事前にご確認いただくか、各出張所にお問い合わせください。その他にもご知っておいた方がいい情報ってありますか？はい、区役所の本庁舎では毎週水曜日に住民票などの証明書の取得など、一部窓口で受付時間を午後7時まで延長しております。また毎月第2、第4日曜日は午前9時から午後5時まで区役所の一部窓口を開設しております。ただ取り扱う業務内容が通常とは異なりますので、区のホームページでご確認いただくか、あらかじめ各担当課へお問い合わせください。受付時間の延長や日曜日にこの窓口が開いているっていうのは働いている方にはありがたいですよね。そうですね、便利な情報ということで他にもマイナンバーカードも便利なものなんですが、大久保さんはマイナンバーカードってお持ちですか？いや、実はマイナンバーカードってどういったことに使っていいか分からなくてまだ作ってないんです。そうなんですね、マイナンバーカードは写真がついているものなので本人確認の身分証明書として使えるんです。またマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書など公的な証明書を土曜、日曜も含めて午前6時半から午後11時までご利用いただけるんです。では最後に、はい、そのマイナンバーカードの作成の手続きについて教えてください。通知カードについている申請書に写真を貼って郵送する方法のほか、パソコン、スマートフォン、一部の証明写真機からマイナンバーカードの申請が簡単にできます。また区役所1階にはマイナンバーカード相談コーナーを設置しております。そこでは写真撮影や申請書の記入のお手伝いもしておりますので、ぜひお気軽にお尋ねください。最後にご紹介するのは墨田での生活をより豊かに楽しくするための便利な情報ツールです。広報校長担当の菅沼さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでゴミの出し方ですとか、はい、出張所の手続きなどについていろいろ教えていただいたんですが、はい、その他に新たに墨田区で生活を始める方に便利な情報何かありませんか？はい、区の広報校長担当では今ご覧のウィークリー墨田をはじめですね、区報、区のホームページ、あと SNS、いろんな媒体でですね、区のお知らせを皆様にお伝えしているんですけれども、この度新生活を始める皆様にはですね、こちらのすみすみ、墨田住みこなしマガジン、こちらをですね、ぜひご覧いただきたいなと思っております。どういった内容の冊子なんですか？はい、こちら墨田を住みこなすということでですね、図書館とか公園とか墨田区に魅力的な場所があるので、そういうものを住みこなしてもらうっていう趣旨でですね、この住み住み住みこなしっていう名前をつけたんですね。第1号どういった内容なんですか？こちら第1号、対象は幼児ファミリー世帯、幼児ファミリー世帯が楽しめるイベントだったりとか区の支援メニュー、そういったものを第1号に載せております。いろいろな制度がこう一冊にまとまってると、はい、わからないことが多い方にとってはすごくありがたいですよね。はい、もう一冊持ってるの、これは第2号です。はい、小学生ファミリーを対象にしてですね、はい、テーマがですね、街ぐるみで学ぶ
学校の教育だけじゃなくて公園であったりとか地域であったりいろんな学びの場っていうのが隅田にはたくさんあるので、はい、そういうのをこちらの冊子で紹介しております。こういろいろなテーマに沿って碁を作ってらっしゃるんですね、はいはい、これってどこで手に入れることができるんでしょうか。各出張所とか図書館とか実は不動産屋さんでも近隣のところでも配っていたりとかで、またですね、すきすみというですね、隅田の魅力発信サイト、そちらにもですね、載せているんですよ。あ、インターネットでも見ることができるんですか。そうです、ウェブすみすみっていうですね、ちょっと載せられなかった部分とか子育て世帯の方に向けたコーナーっていうのを設けております。ではそれが載っているすきすみについて改めて教えていただけますか。はい、こちらチラシになるんですけれども、すきすみとはですね、若い世代の方々に見てもらうサイトでして、区の紹介した動画であったりとかインスタグラム、SNS、 区のさまざまな情報がすきすみサイトに集約されているものになっております。そういえばすきすみといえば、私も以前投稿の仕方を教えていただいた自由投稿掲示板というのもありましたよね、はい、そうです、はい、地域の方々から寄せられる、例えば団体募集とか部員の募集、あるいはこんなことが地域でありましたよといったいろいろな地域の情報をですね、投稿できる自由投稿掲示板というのを設けております。地域の皆さんがおすすめする情報は気になりますし、隅田の魅力を知ってもらって一人でも多くの方に隅田に長く住み続けてもらえたら嬉しいですよね。はい、墨田区では区報をはじめ SNS や区のホームページなどさまざまな媒体で情報発信しています。新生活を始める方にはこちらのすみすみ、またはサイトのすきすみ、こちらをご覧になっていただいて区の魅力に触れていただければと思います。ぜひご覧ください。以上、墨田での新生活に役立つさまざまな情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか。暮らし続けたい街を目指す隅田での生活、皆さん楽しんでくださいね。